クリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも。アーフラットオブサークル佐々木亮介です。よろしくどうぞ。最近はスクリームでディグディグブルースっていう連載をやってるんですけど、めちゃくちゃわがままな中古レコーダーに行きたいがためにレコードを連載してるっていう、めっちゃわがままな連載を通して、すっかりスクリームっ子な佐々木亮介なんですけども、フラットオブサークル、11月4日に新しいシングルをリリースします。花っていう曲なんですけど、今回のシングルは、ブラッド来年10周年なんですよ。で、俺来年人生30周年なんですけど、いろんな数字がたまたま、キレがよくね、こうまとまるんで、ここでフラットオブサークルの芯とか核とか、フラットオブサークルってバンド何なんだっていうのをシングル1曲でちゃんと表現したくて、自分の佐々木亮介自伝とも言えるめちゃくちゃ濃い歌詞が書けたんで、最初は遺書のつもりで書いてたんですけど、遺書なのか自伝なのか、とにかくめちゃくちゃ面白い歌詞と曲になってますので、ぜひ聴いてみてください。みんなびっくりすると思うんで。で、ビデオとかも、すごいですよ。もう何百カット撮ったんだっていうぐらい、2泊3日とかで旅に行って撮影してきて、多分本当に見たことないやつになってると思うんで、ビデオも見てほしいし、とにかく花という曲をじっくり味わってほしいなと思ってます。そして、その上で、フラットのツアーに遊びに来てほしいです。11月20日、ナンバー8。VS グッドモーニングアメリカ、11月22日、名古屋ダイヤモンドホール VS ヘイスミスで、11月27日 VS 言えるかな、キュービリパラベラムバレットやりますんで、3つとも世代が近い、ちょっと先輩なんですけど、本当にヤバいバンドだけを選んで呼んでますし、バトルロイヤルってタイトルなんで、ものすごい乱闘が見えると思うんで、本当にヤバい秋にしますんで、ぜひ遊びに来てください。そしてそのツアーやってですね、フラット10周年来ますから、2016年楽しい事件いっぱい起こします。皆さん連れてきますんで、ぜひ花を聴いてついてきてください。よろしくどうぞ。以上はフラットオブサークル佐々木亮介でした。